鮮やかに描かれたアマリリスの花と着物姿の女性。モデルは夢二の恋人お葉です。大正時代に活躍した瀬戸内市出身の画家竹久夢二が1919年に描いた油彩画アマリリス。夢二が作品を寄贈した東京のホテルが閉館して以降、およそ80年所在がわからなくなっていましたが、おととし研究者から情報が寄せられ、美術館が所蔵することになりました。夢二の油彩画は日本におよそ30点しかない貴重なもので、アマリリスが一般公開されるのは今回が初めてです。やっぱり期待通りでした。夢二そのものだから、なんか大正の人に巡り会えたような感じ。今のまあ現代アートにも通じるような新しいことを当時してたわけなんですけれども、それはあの岡山のふるさとが夢二のその感性の原点でございますので、そのふるさと岡山から多くの方に夢二を伝えることで、あの社会貢献につながればと思っております。特別公開はあさってまでで、来月以降夢二の生誕140年を記念して開かれる巡回展で東京や大阪などで公開されます。